フィオーレ王国、人口1700万の永世中立国。そこは魔法の世界。魔法は普通に売り買いされ、人々の生活に根付いていた。そしてその魔法を駆使して生業とする者どもがいる。人々は彼らを魔導士と呼んだ。魔導士たちは様々なギルドに属し、依頼に応じて仕事をする。そのギルド、国内に多数。そしてとある町にとある魔導士ギルドがある。かつて、いや後々に至るまで数々の伝説を生み出したギルド、その名はフェアリーテイル。前回までは S 級クエストはマスターに資格を与えられた魔導士のみが受けられるの。夏も私も無理ってことか。って私の部屋！マスター、2階の依頼書が1枚なくなっています。おお、S 級クエストは行こうぜルーシー。んだ、依頼書がなくなったって？2階に貼ってあったっつったら S 級の依頼だろ。どこのバカよ、そんなの持ってっちゃったのは。猫だ、羽の生えた猫がちぎってくのを見たぜ。ハッピーが？つうことは夏とルーシーか。何考えてんだあいつら。 S 級クエストに勝手に行っちまうなんて。バカだと思ってたけど、ここまでとはね。これは重大なルール違反だ。ジジイ、奴らは帰り次第破門だよな。つうか、あの程度の実力で S 級に挑むた帰っちゃ来ねえだろうがな。ダクサス、知っててなんで止めなかったの？俺には泥棒猫が髪切れくわえて逃げてったようにしか見えなかったんだよ。まさかあれがハッピーで夏が S 級行っちまったなんて思いもよらなかったな。ほほほ、あんたのそんな顔久しぶりだな。まずいの、消えた依頼書は？呪われた島、ガルナです。なんと、ガルナ島？そんな無茶な！あいつらやっぱりバカだ！ラクサス、連れ戻してこい。冗談、俺はこれから仕事なんだ。てめえのケツを吹けねえ魔導士はこのギルドにはいねえだろ。今ここにいる中でお前以外誰が夏を力ずくで連れ戻せる？じいさん。うん？そりゃ聞き捨てならねえな。呪われた島。港町ハルジオン。うわぁ、懐かしい。ここって私と夏たちが出会った町よね。懐かしいってそんな昔のことじゃねえだろ。ルシーばあちゃんみたい。さあ、まずはガルナ島へ行く船を探すわよ。船だった？無理無理、泳いで行くに決まってんだろ。そっちの方が無理だから。ガルナ島？冗談じゃねえ、近寄りたくもねえよ。勘弁してくれ、その名前も聞きたくねえ。この辺の船乗りはあの島の話はしねえ。
呪いだなんだって縁起が悪いったらありゃしねえ。何しに行くか知らねえが、あそこに行きたがる船乗りはいねえよ。海賊だって避けて通る。そんな決定だな。泳いで行くぞ。だから無理だって。見つけた。なんだてめえ。連れ戻してこいっていうじいさんの命令でな。どう、もうバレたのか。今ならまだ波紋を免れるかもしれねえ。戻るぞ。波紋、嫌なこった。俺は S 級クエストやるんだ。おめえらの実力じゃ無理なんだよ。このことがエルザに知れたらおめえ。ズレ助けて。オイラこの二人に無理やり連れてこられたんだ。裏切り者。俺はエルザを見返してやるんだ。こんなところで引き下がれねえ。マスター直命だ。引きずってでも連れ戻してやろう。怪我しても文句言うなよ。やんのかこら。魔法、あんたら魔導士だったのか。え、まさか島の呪いを解くために。ああ、一応行かせねえよ。乗りなさい。え、マジで。おい。うれっ。うわっ、しゃあねえや、この船で行ってやる。グレーも連れてくの。こいつがギルドに戻ったら次はエルザが来るぞ。でもって。今更だけど怖くなってきた。てめえ人巻き込んどいて何言ってやがる。あんたはあんただ。なんで船を出した。俺の名はボボ。かつてはあの島ガルナ島の住人だった。え、逃げ出したんだ、あの呪いの島を。災いは君たちの身にも降りかかる。あの島へ行くとはそういうことだ。本当に君たちにこの呪いが解けるのか。悪魔の呪いを。おっさん、その腕。呪いって、まさか。見えてきた。ガルナ島だ。何あれ、山の頂上が光ってる。あら、おじさんは？落ちたか。気がついたらいなくなってたよ。何の音？おい！うわー！大波！飲まれるぞ！疲れ！ソフィー！船持ち上げて飛ぶのよ！無理だよ！ガルナ島。おお、着いたのか。大波で打ち上げられたのよ。運が良かったようだな。それにしても何だったのかしら、あのおじさん。悪魔の呪いとか言ってたけど。気にすんな、探検行こうぜ探検。依頼内容からして最も気にすべきことじゃないかしら。この島には村が一つあるらしいんだけど、そこの村長さんが今回の依頼主よ。まずはそこを目指しましょう。もちろん。なんだよ、船も壊れちまったし、もう連れ戻せねえぞ。いや、俺も行く。やっぱりお前らだけ先に2回行くのも尺だし、波紋になったらそれはそれでつまらん。仕事しっかりやってのけりゃじいさんも文句言えねえだろ。行こうぜ。立ち入り禁止。着いたはいいが、なんだこりゃ。立ち入り禁止ってどういう意味だ。すみません、開けてください。壊すか。ダメ。何者だ。魔導士ギルド、フェアリーテールの者です。依頼が受理されたとは聞いてないぞ。いや、あの、何かの手違いで遅れてんだろ。全員紋章を見せろ。おお、本物だ。本当に来た。怪獣の口の中に入ってくみたい。嫌なこと言わないの。わしがこの島の村長の猛海ですよ。早速ですがこれを見ていただきたく。皆の者、
船のおっさんと同じだな。すっげえもみあげ。いやいや、見てほしいな、こっちじゃ。この島にいるものすべて犬や鳥まで例外なくこのような呪いにかかっておりわいし。言葉を返すようだが、何を根拠に呪いだと？流行り病だとは考えねえのか？何十人という医者に見てもらいましたが、このような病気はないとのことです。それにこんな姿になってしまったのは月の魔力が関係しておるのです。月の魔力？もともとここは古代からの月の光を蓄積し、島全体が月のように輝く美しい島でした。しかし何年か前に突然月の光が紫色に変わり始めたのです。紫の月？あ、月が出てきたよ。本当だ、紫の月。気味悪いな、こいつは。呪いです。これが月の魔力なのです。こいつはどういうこと？なんてこった。驚かせて申し訳ない。一体どういうことだこりゃ。気の毒に。なんてかっこいいんだ。いいな、角とかトゲとか俺にもくれ。かっこいいなんて初めて言われたね。あのね、みんなはこういう姿になって困ってるの？マジか。悪い悪い、じゃあどうにかしなくちゃな。やっと理解したね。空気読めっての。話を戻しますが、紫の月が出ている間、わしらはこのような悪魔の姿に変わってしまう。これを呪いと言わず何と言えばよいのでしょうか。朝になれば皆元の姿に戻ります。しかし中には元に戻れず心まで失ってしまう者が出てきたのです。そんな。心を失い魔物と化してしまった者は殺すことに決めたのです。元に戻るかもしれねえのにか。放っておけば皆がその魔物に殺される。閉じ込めても牢など壊してしまうのです。だからわしも息子を殺しました。心まで悪魔になってしまった息子を。その人、え、でも私たち昨日。あのおっさんが消えちまったわけが分かった。そりゃ浮かばれねえわな。幽霊。どうかこの島を救ってください。このままでは全員心が奪われ、悪魔に。そんなことにはならねえ。俺たちが何とかする。わしらの呪いを解く方法は一つ。月を破壊してください。見れば見るほど不気味な月だね。ハッピー、早く窓閉めなさいよ。村長さんが言ってたでしょ、月の光を浴びすぎると私たちまで悪魔になっちゃうのよ。それにしても参ったな。さすがに月を壊せってのはな。何発殴れば壊れるか見当もつかねえ。壊す気かよ。何考えてんだ。そうね、どんな魔導士でもそれはできないと思う。でも月を壊せってのが依頼だぞ。依頼を受けといてできねえってんじゃフェアリーテイルの流したる。できねえもんはできねえんだよ。大地どうやって月まで行くんだよ。ハッピー。え、さすがに無理。月を壊せって言うけど、もっといろいろ調べていけばきっと何か他に呪いを解く方法はあるはずよ。ナンパして一日歩き続けてさすがに疲れたぜ。なぜヌグ？よし、だったら明日は島を探検だ。今日は寝るぞ。考えるのは明日だ。そうね、私も眠いし寝よ。こんな獣と変態の間でどうやって寝ると？早えよ。
めっちゃ朝じゃねえか。誰のせいで眠れなかったと思ってんのよ。さあ気合い入れて出発よ。はい。開け時計座の扉、ホールビーム。本当に月を壊さずに済む方法なんて見つかるのかよ。見つけなきゃしょうがねえだろ。それに実際月を壊せるとしても壊さねえ、月見ができなくなるだろうが。嘘か、期間限定のフェアリーテイル特製月見ステーキもなくなっちまうのか。おいら月見塩魚なくなると困るよ。ちょっとあんたたち、何がいるかわからないんだから大声出さないでくれる？と申しております。自分で歩けよ。お前精霊の使い方それ合ってんの？だって相手は呪いなのよ。実体がないものって怖いじゃない。と申しております。さすが S 級クエスト、燃えてきたぞ。呪いなんか凍らせてやるビビる子だね。ほんとあんたらバカね。と申しております。うん、なんだ？なんだ？でか！あんたたち早くやっつけて！と申しております。アイスメイク、シールド！ちょっとどうしたの？つかいつの間にあんたも入ってんのよ！はい。と申しておりま。わら！ジュジュー！ナズミ！ナズへばってんじゃねえ！鼻がいいからね。ナイスメイク！ふわっ！最初からそれやれよ。文句言うな。見て、何か建物がある。今のうちにあの中に。そうだ、今のうちに戻るんだ。あんたたち、月の神殿。あ、広いね。ボロボロじゃねえか。いつの時代のもんだこりゃ。あ、なんだ。月だな。この島はもともと月の島って呼ばれてたんだろう。月の島に月の呪い、月の紋章、この遺跡はなんか怪しいわね。それにしてもボロいな。これ床とか大丈夫なのか。ちょっとやめなさいよ。バカなつなりじゃね。はい、みんな大丈夫か。大丈夫じゃない、あんたのせいで。てめえ、なんでいつも後先考えねえで行動しやがる。ハッピー、みんな抱えて飛べる？無理だってば。遺跡の地下が秘密の洞窟だ。せっかくだからちょっと探検しようぜ。おい、これ以上暴れ回るんじゃねえ。おお、ナツ、どうした？なんだこりゃ。これは。デリオラ。バカな。デリオラがなんでここに。ありえねえ。こんなところにあるわけがねえんだ。知ってんのか、こいつを。あれは、あれは…グレイ、落ち着いて。ねえ、何なのこいつは。デリオラ、厄災の悪魔。白災の悪魔。厄災、あの時のままだ。どうなってやがる。人の声したの、この辺り。あ、いる。眠い。トビ、お前ムーンドリップ浴びてね。耳とかあるし。浴びてねえよ、飾りだよ、分かるよ。からかっただけだ、バカ。
床の一血。ムーンドリップ、呪いのことかしら。ユーカさん、トビーさん、悲しいことですが。シェリーか。アンジェリカが何者かの手によっていたぶられました。あれ、ネズミだろ。ダラクス名前つけんな。ネズミじゃありません。アンジェリカは闇をかける狩人なのです。そして、強烈に痛いやつが出てきたわね。最後の一言は特に。あいつらこの島のもんじゃねえ。匂いが違う。それに呪われてる感じがないよ。侵入者か。もうすぐお月様の光が集まるというのに、なんて悲しいことでしょう。霊帝様のお耳に入る前に侵入者は駆逐いたしましょう。そう、お月様が姿を現す前に。だな。デリオラを見られたからには生かしては返せません。侵入者に永遠の眠り、つまり愛を。死だろ。何でしょう。向こうだ。ご苦労様。はい。なんだよ、とっ捕まえていろいろ聞き出せばよかったんだ。まだよ、もう少し様子を見ましょう。なんかややこしいことになってきたな。誰だろうね、霊帝様って。あいつらデリオラを何のために持ってきやがった。つうか、どうやって封印の場所を見つけたんだ。封印の場所。こいつは北の大陸の氷山に封印されていたんだ。10年前、イスバン地方を荒らし回った不死身の悪魔、俺に魔法を教えてくれた師匠ウルが命を懸けて封じた悪魔。この島の呪いとどう関係があるのかわからねえが、これはこんなところにあっちゃならねえものだ。出て、何者だ。ウルの名を汚す気ならただじゃおかねえぞ。なんだそれ。よくわかんないけど、月の雫って書くんだって。まさか食いもんか。あい、きっと飴玉だよ。月の絞り汁を集めて作るんだ。うほほ、うん、まそうだな。次回ムーンドリップ。でもよ、月ってどうやって絞るんだ。それは次回のお楽しみ。そっか、楽しみだな、ムーンドロップ。